はいどうも、西高一の西ゆきです。本日はですね、こないだ SOD1 も入れて、ものすごく調子が良くなったランクル60に乗って、ちょっとこう、走りながらどういう点が良くなったかみたいなところを、ただただ喋るっていう動画撮ってみたいと思います。じゃあ。じゃあ早速出発してみたいと思います。まあこれあれなんですよね、あの動画では伝わりづらいんですけど、もうすでにこのエンジン音はかなり静かなんですよ。で前までは四駆なんでそれなりの音がしてたというか、四駆なんでというか、まあそのランクルなんでそれなりの音がしてたんですよ。でそれが全然静かになったというか、踏んだ時の感じとかがすごくこう滑らかになって、アクセルを踏んだ時のね感じがですよ、すごく滑らかになって、なおかつこう変な異音がしないんですね。前までは結構ブオーっていう感じだったんですけど、スーッといくような、なんかエンジンが無理してない感じというかがすごくこう良くなったとこですかね。なんか前まではこうエンジンの揺れみたいなのも感じてたんですけど、この SOD1 入れてからはその揺れみたいなのがすごい軽減されたというか、なんかスムーズにこうアクセルを踏むと進んでるっていう感じがしますね。いや気持ちいいですね、気持ちいいな。前までも調子が悪かったわけじゃないんですけど、いやだからすげえこう滑らかになって走ってるだけで気持ちがいいというか、ちょっとね走りたくなるんですよね。前までは前まで乗って楽しかったんですけど、調子が良くなると余計にこう車に乗りたくなりますよね。で、この前回入れて、さらに今回入れたんですけど、一番初めに入れた時より、なんだろうな、よりなんか、音も静かになった気がするし、エンジン音ですね。エンジン音が静かになった気がするし、さらにエンジンがスムーズに動いてる感じがします。一回目に入れた時もすげえ感動したんですけど、二回目に入れたら、さらに感動するって、これすごくないですか、このオイル。オイルというか、オイル添加剤ですね。SOD1。この車、まあ前の動画でも言ったんですけど、21万マイル走ってるんですよ。ってことで約35万キロぐらい。で、まあそれなりの振動とかもあったりしたんですけど、全然ないとは言いませんよ、車なんで。でも半分以下に減ってるぐらいのイメージですね。こんな良くなるんだったらね、納車時から入れときたかったですね。こうエンジンの調子がいいと走ってるだけで気持ちいいですね。どっか目的があって行くわけでもなく、ただただ走るという。エンジンオイルの添加剤とか、まあそのなんかエンジンに入れたら綺麗になりますよみたいなものは結構ね、僕避けてきたというか、あんまり入れてこなかったんですけど、今回これ勧められて入れてこんだけ良くなったから、ちょっとね、いろいろ他のやつも試してみたいなとかって思うんですけど、自分でなんかいろいろ入れて調子が悪くなるっていうパターンもあると思うんです。だから、あれですけど、プロの車屋さんに、試していただいて、ちゃんとこう、効果がわかるというか、そういうのを、これからも使ってはいきたいなと思います。自分でなんかやって壊れるのすごい嫌なんで、言ってもこれが、平成元年ぐらいの車なんで、今の車じゃないから、なんかして調子が悪くなると、一気に悪くなりそうで、それはそれでちょっと嫌じゃないですか。だからやっぱり車屋さんに聞いて、ちゃんと効果があるものを使っていきたいと思います。これでもね、オイルの添加剤なんかも、いろんな車屋さんの YouTuber の方でも紹介してるのがあったりして、もちろん多分、その辺の方が教えてるやつもいいやつだと思うんですけど、まずはね、ちょっと本当に自分で入れてみて実感するっていうのが大事なことかもしれないですね。ほんと調子いいから、まあこれ何ヶ月か入れてみて、オイル交換の時にね、オイルが、使い古したオイルが黒ければ多分汚れは落ちてるってことなんですよね。でも前回交換した時かなり黒かったんで、多分エンジン内部の汚れは落ちてるんだと思うんですけど、何ヶ月か使ってみて、その後の使ったオイルの汚れ具合は楽しみですよね。それがだんだんこう、なんだろう、あんまり汚れなくなったら、汚れないってことはないんでしょうけど、汚れなくなってきたら、
多分エンジン内の汚れは結構綺麗に落ちてるってことなんで、35万キロ分の汚れが落ちていくっていうこの気持ちよさ、まあ、本当はねエンジンの内部一回開けてみてどんだけ汚れてるっていうのを見たいんですけど、さ莫大な費用がかかっちゃうんでそんなことできないんですけど、まあ、できればねこの車でね100万キロまで行ってみたいっていうふうに思ってるんで、なんかまあこういうのを入れる前はエンジンが壊れたら乗せ替えりゃいいかななんて思ってたりもしたんですけど、なんか乗ってるうちにねすげえこう愛着が湧いちゃって、このエンジンにも本当にメンテしたら100万キロいけんじゃないかなと思って、多分オーバーホールとかもしなきゃいけないでしょうけど、多分劣化部品もあると思うんで、まあ消耗部品っていうのかな、だからその辺交換して100万キロまで行ったらかなりロマンありますよね。あとだから今35万キロだから、あと約65万キロ生きてんのかな俺。まあ、とにかくねこの車とは一生付き合っていこうと思ってるんで、なるべく車にいいことをね僕なりにやっていきたいなと思ってるんですけど、まあこうランクルもね探すのに5年ぐらいかかって、自分の手元に入って今4年ぐらいですか、だから思い続けてはもっとなんで、結構ランクルのことを考えながら生きてますね。 SOD1 入れてからなんかまあロングドライブしてもちょっと安心というか、それまではねエンジンも結構ロングドライブするとこれ大丈夫かなって思ったりもしたんですけど、まあもちろんね結構前の車なんでロングドライブするときは常々不安はあるんですけど、止まったらどうしようとかっていうのが、まあこのオイルを入れることによってちょっと薄くなったというか、そういうとこありますね。音が静かな分安心感が出てくるというか、アクセル踏んだ時かな、ほんとやっぱ全然違うんだよな。本当はね1000キロに1回ぐらいこれ入れ替えたいんですけど、あり余るほどお金があったらね、走ってるだけでオイルが勝手にこう循環してくれて汚れが取れていく、まあ、正直なんですけどこういうオイルの添加剤がありますよって言われて、他の人に言われたら入れてなかったかもしんないな。僕はこのユーティリタスさんっていう車屋さんとずっと密にやらせてもらってるんですけど、池谷さんっていう方がオーナーなんですけど、池谷さん自体が車のことをすごく好きで、その車にいいと思うことを自分の車でどんどんこうチャレンジしてくれて、それをシェアしてくれるんで、すごくこう池谷さんの言葉に説得力があるというか、安心して僕も使えるというか、何より池谷さんがあんまりちょっと良くても微妙なもんってあんまり進めても来ないんで、それでもなんかこうこれいいからどうすかみたいな感じで言ってくださって、あじゃあ入れましょうって俺は即決して入れたんですけど、池谷さんもそこまでガンガンこう進めてくるタイプではないんで、で入れてみたらこれでしょ、もう最高ですよ本当に。こう止まってる時の振動とかも前まではこうもっとあった気がするんですよ、多分エンジンが揺れてたんでしょうね。でそれがなくて止まってる時もこう快適というか、だからほんとちょっと別の車になったんじゃないかなぐらいの感じがあります。いや前までは前まででも良かったんだけどな。なんかいいのを知っちゃうとやっぱね人間って不思議なもんで、やっぱ良くしたい良くしたいってやっぱ思っちゃいますよね。今これカメラ撮ってるからあれなんですけど、本当はね窓開けて走りたいですね。こうゆったり走る感じが気持ちいいな。本当はこうやって喋ってなかったらね本当にこうボーっとドライブしてるのが好きなんですけど、もう大体ねボーっとドライブしてる時はほぼラジオ聞いてますね。窓開けてラジオ聞きながら走って、なんかラジオぐらいのノリがねちょうどいいというか、結構僕がよく聞くのはマンボウヤシロさんと浜崎美穂さんっていう方がやってるスカイロケットカンパニー、これはもうかれこれ長いこと聞いてますよ、あの時間帯が合えば。めちゃくちゃ好きです。オイルの添加剤入れるだけでこんなに違うもんなんですね。いやこんなに変わるとは思わんかったわ。今ガソリン高いですね。さっきねガソリン入れたんですけど、ハイオク1リットルなんと172円、嘘だろうと思って、もちろんなんですけど車はガソリン入れなきゃ走んないんで入れるんですけど、172円ってめっちゃ高くないですか。こうランクルでね都会の道というか走るのって大変って思われがちなんですけど、意外とそんなに大変じゃないですね。こうランクルぐらいだったらね全然平気ですよ皆さん。そんなに車幅とかもあるわけじゃないから、よっぽどの細い道行かない限りは全然平気なんで、なんかでもこうやって一人でゆったり運転する時間もねなかなかないからね、ちょっと行き晴らしですよ。でエンジンの音も静か、ノンストレス。この車で100万キロ行きたいな。でもここは日本なんでね、そこまで毎日がロングドライブっていう感じでもないから、なかなか距離数も伸びないんですけど、まあ走行距離をね伸ばすために車乗ってるわけでもないんであれなんですけど、なんか旧車乗ってる方
って2つに分かれると思うんですけど、休日の時だけ乗る方と僕みたいにこうやって日常使いする方いると思うんですけど、僕は車はエンジンは動かしてなんぼだと思ってるんで、それ劣化もしますけど、動かさないすぎるよりかは動かした方がいいっていうか、とにかくエンジンは回した方がいいっていう風に僕は思ってるんで、他のねなんかタイヤとかその辺の部品に関してはちょっとわかんないですけど、エンジンは動かした方が多分良くて、僕はもうなるべくこうやって乗って乗って愛情をかける、乗って乗ってメンテナンスをしていくっていうタイプの乗り方っすね。なんだろう、ちょっと長い時間乗ると余計になんかエンジン音が静かになってる気がするんだけどな。やっぱ温まって余計にそうなのかな。オイルとかは確実に燃費良くなってるもんな。しかもまあガソリン今高いからね、燃費良くなってくれて良かったって感じですよ。気持ちええわほんまに。これ空いてる道やったらボーッと多分3時間ぐらい運転できるんちゃうかな。混んでる道は嫌いなんですけどね、ものすごい。もう渋滞してたらもう運転なんてもう1時間で嫌になりますからね。だから動いてる車が好きなんですよ。まあとにかくね、ちょっとしたことで車のエンジンって良くなるし、ちょっと愛情をかけてあげれば本当にそれに応えてくれるから、なんか乗りっぱなしにね皆さんしないようにしてくださいね。車はぜひ、特に旧車はね、あの愛情を持って乗ってあげてください。それだけでね乗れる年数も変わりますし、もちろん古い車だから壊れることありますよ。だから古いんで、旧車なんでね、もちろんあの壊れることもねあるんですけど、メンテナンスしてるかどうかで全然違うと思うんで、もうオイルの添加剤なんか入れてもらうだけでいいんでね、それだけで車のエンジンが劇的に変化して状態が良くなるって考えると、もうほんと単純にそれだけのことだけであと何年もね寿命が伸びる可能性だってあるんで、そうやっぱりそれでもねメンテしてでもやっぱ壊れる時には壊れるんで、できる限りのことはねして少しでも長くね愛車とのカーライフが送れるようにねした方が車にとっても自分にとってもいいことだらけというか、メンテナンスをして長く乗るという、まあこうダラダラ喋ってる動画になってますけれどもね、ふんわりゆるく喋るっていう、今回もねラジオみたいな感覚で聞いてください。はい、西高地の西行き、最後までのご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。あと、Twitter、Instagram もやってますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。今回はすこぶる調子が良くなった60でゆったりドライブしながらまったり喋るっていう動画になりましたけれども、ラジオ感覚でね聞いていただけたらなと思います。では、次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。